안녕하세요지난プリン将軍イムニダということでね、今回は、ちょっとこちらをね、開封していきたいと思うにだ。じゃじゃーん、遊戯王のね、これ新しい、ラッシュデュエルっていうね、やつのパックにだね。デッキ改造パック驚愕のライトニングアタックにだー。はい、ということでね、これラッシュデュエルのね、第2弾のね、ボックスになるにだね。で、第1弾もね、実は将軍開けていて、で、その時はね、24箱に1枚しかないと言われている。じゃじゃーん。このね、レジェンドレアのね、ブルーアイズ。ブルーアイズね、当てたにだよ。うん。で、今回、こちらのパックには、なんかね、ブラックマジシャン。ブラックマジシャンがね、入ってるらしくて、ただね、まあ、24箱に1枚の確率で、2箱しかね、ちょっと今回用意してないにだで、ちょっと運試し要素でね、ちょっとやっていこうかなと思うにだ。まあ、もう結構ね、いろんな方がね、もう向いてるんでね、もうちょっと、ブラックマジシャンが出るか出ないかぐらいのね、感じでちょっとやらせてもらおうかなと思うにだ。はい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 、ね。いやー、欲しいにだね、ブラックマジシャンね。おい、なんか光った。なんだこいつは。セブンスロードメイジ。あ、確かこれちょっと強いのかな。うん、よかったよかった。お、なんか光ってる。来い。はあ、違った。フルメテオインパクト。お、ちょっと光ってんじゃない。ブラックマジシャン、ブラックマジシャン、はあ、来ないかー。さすがに、最高のエスパレードっていうね、最高のエスパレードっていうカードだね。今確かね、そのブラックマジシャンがだいたい1万8000円とか、おー、しかった。1万8000円とか、おー、タコかわいいこれ。うん。1万8000円から2万円ぐらいかな。うん。これスーパーキングレックス。スーパーキングレックスみたいね。あ、光ってる光ってる光ってる。おー、ブラックマジシャン、ブラックマジシャン、わあ、来ないかー。そらそうだよなー。あー、このカードは何でしょうか。ジャエーダークルーカー、ジャエーダークルーカーっていうカードだね。じゃあちょっとね、ワンボックス目はね、出たレアがね、これかな、うん、これね、これってね、って感じにだね。はい。いやー、やっぱさすがに出ないか。頼む、もう1ボックスある2だで。うわー、出てほしい。光ってる光ってる。あー、違うかー。そうだよなー。あー、なんだこのカードは。シエスターホールドっていうね。あー、トラップカード、トラップカードのね、スーパーレアかな。はい。光って、光ってない、めっちゃ光ってない。なんかほら、あ、これ、あ、これ、やばいんじゃないこれ。あー、ブラックマジシャン、来い来い、ブラックマジシャン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 、あー、ダメだったこれは。くそー、ライトニングボルコンドルっていうことでね。いやー、ま、このボックスのね、表紙にもなってるカードにだよね。うわー、これラッシュでレアだっけ。これラッシュレアだから、そう、これ3箱に1枚ぐらいラッシュレアが入ってて、そう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 。だからこれが出ちゃったってことは、この箱からもう、ね、ブラックマジシャンは出ないよっていうことかな。うーわー、マジかー。紹介試合みたいになっちゃうけど、まあ一応ね、一応開けていくにだね。じゃあちょっと最後まとめてね、もうまとめて見せるにだよ。
い、ということでね、残りのレアカードの枠が、こんな感じでした。はい、ということでね、まあ一応ね、まあ3ボックスに1枚入ってると言われてるこのラッシュルレアがね、まあちょっと1枚、まあ2ボックスで入ってたんで、まあラッキーはラッキーかなとは、まあ思うんだけれどもね、やっぱブラックマジシャン欲しかった2だね。はい、ということでね、ちょっとまた機会があったら、こちらのボックスもね、剥いていこうかなと思う2だ。はい、以上、将軍 TV でした。将軍 TV、マセイ！ご視聴、カムサマニだ。